はい、マックスです。うちです。コーチです。じゃあ今日はチューミコーチが左ストレート展開、はい、自分がですね、はい、左ストレートをラリーしてました。で、後衛がこうクロスにロブを振ってくるってことがあると思います。特に右利きの後衛だったら、ね、引っ張りの収録打ちたいですね。で、全員の頭を越されましたってなったら、こっちの後衛は走っていってランニングスローっていうケース。攻めるんですか？そうです、うん、高い打点でライジングでこうパンパーンとストレート、もう誰もいないので早くに はいはいはい、ストレートをランニングストロークで抜いてやる。なるほど。あ、じゃあ今日は今言った左ストレートからランニングストロークですね、収録で振られた時のストレートパッションのやり方をちょっと見たいと思います、はい、じゃあそれではやっていきましょう。レッツゴー。はい、じゃあ左ストレートからクロスロード走らせられたのをライジングで打つのをやっていきます。で、僕これ試合で結構使うんですよね。本番の試合でポーンってロブ走られた時にダダダダダパパバーンみたいな感じで結構打つんですけど、それをやり始めたのっていうのが高校終わりか大学生ぐらいかなっていう感じなんですけど、なんでそれをやり始めたのかっていうところを説明させていただくと、僕は本当に高校の時からずっと力のない感じだったので、速い球っていうよりもボールを何球もミスなくつないでロブだったりショートだったりもうとことん相手の勢をかわしてっていう戦い方をしていたんですけれど、自分の力のない威力のないボールで戦う方法っていうのを考えていった時に、コートの後ろ、ベースラインから後ろに離れれば離れるほど相手の前衛に余裕が生まれるんですよね。なのでなるべくコートの中ライジングで打たなきゃっていうのをだんだん自分の中で思っていった時に生まれたプレーではあるんですけど、これ何がいいのかっていうと、自分も走るんですけど相手前衛もストレート展開からクロス展開にポジション移動を絶対にしないといけないんですよね。なので相手の前衛が動く時間があるプラス自分の走る速さによって相手の前衛がポジションに入る前に先にすごい広いところを抜くことができるっていう、力もいらないですし速く走って高いところで打つ、でコントロールショットができれば威力がなくても抜けるっていうところになったので、なのでこのプレーは本当に相手勢のリズムを外すこともいいですし、力がない人もテンポで戦えるっていうところですごくいいと思います。このボールを最初に打っておくことで相手が早く守んなきゃってなったら中ロムも簡単に通りますし、センターも通りますし、きついなってなってちょっと守んなきゃってなって守りのロブを打った時にも相手勢がそのサイドが頭にあればちょっとサイドに守ってしまって、本来であれば簡単に届いたところがギリギリになってミスしてしまったりだとか、全然届かなくて短いところのセンターって後衛も一番嫌だと思うんですよね。回り込みで前にセンターってバックにもなりますし、なのでその一本のプレーが後々に絶対つながってくるので絶対にやってみてください。ではやっていきます。レッツゴー。
最後、まあ、ジャンプしてちょっと遊んだりもしたんですけど、基本的にこのプレーが本当にコンパクトにコントロールできるようになればすごい武器です。正直相手の勢はこんな速いテンポで打つ攻撃って絶対見たことないと思うので、初見だったら基本的にしっかりサービスサイドとサイドラインの間でコントロールさえできれば基本的に決まります。でこれがコントロールのショットになるので、本当に速い球を別に打たなくても全然いいので、本当にラケットにはポンと当てるぐらいでしっかりコントロールしてやれば決めれるプレーなので、自分のプレーの幅を広げるためにもちょっと遊んでやっちゃうと先生に怒られると思うので真剣にやってみてください。以上です。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。本当にこの技術は自分なりの戦い方を考えた結果できた作戦っていう感じなので、正直合わない人合う人っていうのはいると思います。でも一番大事なのは自分が得意なことの中でそれを最大限に活かすプレーは何なんだろうっていう考えることっていうのが一番大事です。それこそ僕は力がなかった、スピードボールが打てなかった、ただフットワークだけは誰にも負けない自信っていうのがあったので、コートの中を一番走り回ろうっていう選手でした。なのでその中でどうやったら勝てるかなっていうのを考えたら、やっぱりどれだけテンポを上げれるのか、どれだけコートの中で相手のタイミングを外して打つことができるのかっていうところに行き着いて今のプレーっていう感じだったので、人それぞれバックが得意な人、フォアが得意な人、トップ打ちが得意な人、ロブが得意な人、まあ、ショートが得意な人だったりだとか、いろいろなプレースタイルっていうのは100人いたら100通り絶対あるので、その中で自分の得意なプレーっていうのを見つけて考えてやってもらえれば、本当に自分なりのテニスっていうその人の持ち味が絶対出るので、自分の持ち味を生かしながらやれれば絶対楽しいので、ぜひそういったところも考えながらやってみてください。ありがとうございました。はい、というわけで皆さん今日は本当に最後まで見ていただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、いいね、コメント、リクエストもお待ちしています。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。風邪ひかないようにね。バイバイ。